と結構すごい荷物なんですけど、今から淡路島にグランピングに行くので荷物ちょっと用意してました。で用意できたんですけど、ちょっとなんか私の荷物よりトリコの方が多いかも。ニトリ、まあ私の荷物はこのパソコンとかこの中になんかお財布とかいろいろ、あと化粧ポーチと、あとはなんか USB とかそういうのが入ってるのと、まあ、この中下着ともう服と水着全部入ってます、こんだけ。で、あとはあとこれは私の化粧品が入ってるのと、まあ、スピーカー持ってこうかなと思って、となんかバスボム、あとはこのヘッドホン、まあこのバッグに詰めるんですけど、あとはもうトリコの荷物、まずお洋服はまあちょっと雨なんですよ今日で、まあ、ちょっと濡れたりとかするかもしれないので、まあ、予備にお洋服何枚かと、あとはブランケットで、フードボールはこのいつも割れないやつ持ってきます。で、タオルはちょっとこのラクソープも持ってくんで、ラクソープっていうのはまあ洗い流し不要のシャンプーなんですけど、まあ、足とか多分汚れるんで、タオルとこのラクソープと、あとはまあ今日雨でどっちかって言ったら寒いからいらんかもしれないけど、この扇風機、熱中症対策って言っても雨やけど、でこのこれルイスドッグっていうブランドのフードとか入れたりする、めっちゃ便利で旅行に。でこれコットンはトリコの冥福用で、涙焼けクリーナー、これがめっちゃいいんですよ。で、まあ熱中症対策、ハイドロパウダー、これ溶かして、まあ、ポカリみたいな感じになるんですけど飲ませる。これはね、ほんといざとなった時にいいんで、個包装になってます。で、あとこれお気に入りなんですけど、虫除けスプレーと、ブラッシングにも使えるし、フレグランスとしても使える、ガーデニアの香りですね。これがもうめちゃくちゃいい匂いなんですよ。で、あ、これ袋に入ったまま昨日買ったんで、これがスリカ、かわいいスリカで、トリコのご飯ですねが入ってます。あとは、あ、コラボキャリー、これがもうファーファでとっても人気のコラボキャリーなんですけど、ポケットがぐるっと一周してるので全部に入るんですけど、これ、リード、このリードはロンデル、畳んでない、ロンデル、これちょっと畳めるんで後で畳みます。小さくコンパクトにできる、もう無造作に入れちゃった。ロンデル、バーディさんのロンデル首輪リードと、これはファンファン名古屋限定の水飲みボトル、水入れてます。これめっちゃ便利。で、フォーペッツオンリーの別注のこれはリード、一体型ばっかり最近使ってます。で、この中は、バイオウイル。これがもうすごい。バイオウイルはもう消毒ですね。舐めても大丈夫。これも、レッドアンジェリークさん。ノーズノーシス、除菌スプレー、これも携帯用の除菌スプレーめっちゃ便利ですよね。で、これは、スーザンランジっていうブランドのこの水飲みトレー、小さい水飲みトレーが2枚入ってます。で、あとはそうですね、袋
とおやつケース、これは私がやってるお教室のマシュシュットパリスデファーファっていうお教室ので作っている、まあ販売もしているおやつケース。おやつケースはおやつが種類いろいろ入ってます。これはかぼちゃとか、クッキー、あとは餅、麦、ポンタロ入ってます。で、あとこれお客様にいただいたおやつが入ってます。で、まあおもちゃも持っていこうかな。最近トリコが一番お気に入りのおもちゃと、まああとはこういうウェットティッシュとかで、ペットシーツと、まあ、おもちゃと、このベッドなんですけど、これ本当は持ち手がついてて持ち運べるようになってるのに、トリコが子供の時に噛んじゃって、持ち手も何もないんですけど、すごい便利なベッドですね。ベッドとかおもちゃ入れにもなるんですけど、ウジニーベルっていうところのブランドのもので、トリコも受け取ります。誰行こうか、じゃお洋服着て行こうか。じゃあ今日本当に今日も明日も雨で、ではちょっと行ってこようと思います。トリ行こうか、お洋服着て行こうか。ランチは淡路牛のハンバーガーにしました。静かです。グランピングリゾート淡路に到着しました。ここはゴールデンウィークにオープンしたばっかりのところになります。テントもいい感じです。ウェルカム玉ねぎスープ。玉ねぎ丸ごと入ってます。私たちの、テントが青です。テントの色がいっぱいあるんですけど、なんかここからドッグエリアって書いてますね。今日雨なんですけど、まあ、曇り、雨は一応止んだからよかったかな。あ、これは部屋のテントの名前ですかね。サルビア。すごい静か。でも緑とか。お部屋にはジャグジーがついてます。
夜バーベキューなんで、なんかこの辺にお皿とかありますね。自由にもらいました。でグランピングといえど、レンジとかあと冷蔵庫とかあとベッドも4つありますね。で、もちろんエアコンもあるし、ここにクローゼットもあります。ちょっと欠けてますけど、私ってます。で、ポットとかあとはね、ドライヤーもあります。アメニティも結構、なんやろこれ、スキンケアセットとか、ね、あとタオルも揃ってるし、水道もあるんですよ。景色も今日雨やから、まあ雨は止んだけど、ちょっとお天気悪いんで残念ですけど、こんな感じ。シャンデリアもついてたりとか、あ、ハートのプールがあります。ハートのプールがあります。ジャグジーです。結局雨上がって、曇りやけど、まあいい感じですよね。ジャグジー付きはワンちゃんの、ワンちゃんが行けるテントは3つなんですけど、ジャグジー付きはこの青いテントだけかな、なんです。水着持ってきてよかった。鳥、今からバーベキューをします。お、すごいいいお肉。バーベキューセットがついてるプランなんで、このベッドバーベキューをしたいと思います。これがお部屋、テント。今からバーベキューします。で、淡路牛、めっちゃ美味しそうな、ラップ越しやけど、アクアパッツァとアヒージョで野菜で、ここで今から焼こうかなと思ってます。今からバーベキューします。味見します。大きいな、ちょっと。うん、おいしい。火もできます。じゃなかったら星も見えてそうだけど、昔から今日星。食が来ました。じゃん、パンと、何やろ、早くない、これ、牛乳とか
ても、楽しい時間を過ごすことができました。淡路島のおすすめスポットです。で、今日の動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。